うっしょ、うっうっ、何かわかる。はい、わかんないっす。ヤノガッツ。ああ、そうなんヤノガッツ、お前。それお前、そんなんでしたっけ。そこお前、ピンとこないと、お前。ヤノガッツですよ。すいません、置いときぼりだから、お前。こんちゃって言ったからさ。いや、いつもこんちゃだったじゃん。いや、こんちゃでもいいんだよ。いいんすか。まあ、阪神いいな。はい。いや、そう、阪神大学いいっすね、確かに。やっぱりさ、こう、サラリーマンの方とか、はい、まあ、なんでもそうだけど、やっぱ職場の雰囲気ってあるじゃない。こう、我々もそうだよね。はい。まあ楽しそうに撮ってるけどさ、ギスギスするとこもあるじゃん。そうですね、ボックンが怒り出したりとかさ、いろいろあるじゃん、はい、でもね、一人不機嫌だとやっぱこう雰囲気は壊れるよね。だけど阪神は全員でそれをガッツポーズだとか、はい、そういうのやっていこうっていう、はいはいはい、まあ若い選手も多いし、だからそういう意味ではすごく雰囲気が良くなってきてる、うん、その一つのノリというものが勝敗に結びついたりだとか、まあしてるケースもあるよね、はいはい、なんか逆転したりとか、本当そうっすよ、飛び跳ねてますもんね。そうそうそう監督が一番、いやだから楽しんでるよね、うん、そういう意味では、はい、だから責任を果たしながら楽しんでるという、だから非常に今いい状態だと思うんだけど、ただ数字的に言うとエラーが多すぎるんだよ。そうですね、うん、ただエラーが多すぎるから、はい、今後ダメなのかっていうとさ、はい、やっぱ負担になってくるよね、そういうものが勝負どころで出てくると、はい、まだ序盤というか、まあ、中盤に差し掛かるところじゃない、はい、だからこれを減らすことになったら、あすごく阪神は今年は面白いね。うん、まあ、ピッチャーも負担になりますよね、やっぱそういうやっぱエラーがね。でもこの前さ、ガルシアがさ投げてて、はい、大山がトンネルしたんだよ、はい、そしたらガルシア笑顔でさ、大丈夫大丈夫とか言ってんだよ、はい、もう俺に任せろみたいな、うん、でもああいう雰囲気が出てくるとさ、はい、素敵なチームになってきてるよね。いやいやいや、そうだよ、本当はめっちゃ切れてるパターンありますからね。いやいやいや、そうだよ、逆にお前グラブ叩きでピッチャーも昔は言ったからさ中日もいますからね、ロメロ、あれは自分が悪いし自分があれ自爆っていうんだよ。いやだけどそういうものが、はい、なんかすごく相乗効果というか、みんなを良くしてくれてるというか、はい、だからガルシアも調子は悪かったんだよ。だけどなんかそういう一つのノリというかさ、うん、いやーみんなに乗り遅れちゃいけないとかエラーした、あ今いないんだったらもう一回行くぞみたいな、うん、いや俺が抑えてやるからお前って、まあ言葉は多分分かんなかったと思うけど、はい、一言も分かったよね。一言も分かった、表情出てますね、はい、親もの笑顔で救われたみたいな。まあなんだけど、でもそういうことでやっぱりチームが勝っていけるからさ、そうですね、うん、だから仕事は職場の雰囲気ってどれだけ大切かというか、うん、ただ忘れちゃいけないのは去年ものすごく厳しかった、はい、そのギャップがあるからできてるんだよ、うん、去年も楽しかった、今年も楽しい、これじゃねやっぱこの成績になってない、あやっぱやることをやらしたんだよ金本監督が、うん、だからそれをなんて土台に今年楽しくやってそれが弾けてるという、なるほど、だから今だけの雰囲気を忘れない、やっぱチームっていうのはつながってるから、はい、そういうこともあるんだよということ、うん、だから矢野のあの明るさだとか、はい、ガッツポーズだとか、まあヒーローインタビューで俺ももらい泣きというかさ、はい、まあ監督が原口のことを言って、はい、ちょっと涙うっとくるものがあって、まあそれをもらい泣きというか恥ずかしながら、はい、いやよかったなと思うしないっすよ全然。いや、はい、だからまあそういう雰囲気ですごく良くなってるよね。まあだけど欲を考えるんだったらやっぱエラーを少しなくしてほしいよね。そしたら安定した力になってくるし強いチーム、これはもう間違いないと。ただ上に行くか下に行くかっていう境が来ると思うんだよ、はい、ここで踏ん張り切れるか、ここでちょっとズルズルっと行くか、はい、絶対こっからあるからそういう境目が、だそこを踏ん張り切れるのに、はい、エラーをなくすという、うん、だからそういうエラーをなくすというのはやっぱこう練習の時からよしエラーしないぞみたいな、はい、もうそういうノリでやればなくなると思うよ。あそこももうそういうノリでいいノリノリで、うん、ただしっかりしたことはちゃんと教えなきゃいけない、基本的には基本っていうことはね、はい、うん、だけど俺はもう1年間乗るんだったら乗りまくって行ってほしいなって思うので、でも乗り遅れないでほしいな選手はな、だベテラン選手もこうね
うまく噛み合ってくるとやっぱいいですね、うん、だから糸井とかこうあれしてるし、まあ福留はちょっとキャラが違うけど、あれはあれでいいけど、まあベンチにいるあの鳥谷だな、鳥谷さん、うん、鳥谷がもう本当に自分を捨ててこうプライドはあるだろうけど、うん、バカになって若手の先頭になってベンチを盛り上げるとかさ、うん、そうなってくると素敵なチームになる。鳥谷ってちょっとシャイじゃない、まあクールな、うん、クールなイメージですね。いや、はい、もうそうじゃなくて本当に今年チャンスだから、うん、もう自分がバカになってやるぐらいの感じだと、はい、俺は鳥谷の成績も上がってくると思う。おお、それに気持ちじゃあ行ってくるわって、あ、先輩行ってくださいよとか言って、よっしゃ任しとけみたいな、そんな感じになってくると本当にワンチャンあるよ。おー、ワンチャン、ワンチャン、やっと使えたわ。